わー新宿に降り立ちました。今日はデカフェに仕事終わりに行ってしまおうと。最近の悩みがあって、めっちゃ中国人に間違えられる。普通にサンキューベリマッチとか言われる。なんて街マジで。子供の横でこれからデビューするぜ。ここでインターネット使い放題で、ミクインターネット鍵付け完全個室。イエーイ。すいません。はい。喫煙で止まらなくても使えないですか？で、まあブースは禁煙なので喫煙ブースの方で吸っていただければ。アイコスも。アイコスも。あ、わかりました。ありがとうございます。何かご質問大丈夫ですか？わかりました。あ、すいません、ありがとうございます。無理でした。ダメだ、次に行きます。なんか一瞬ここにしようかと思ったけど、危険すぎる、歌舞伎町。客引きにはついていかない。ぼったくり被害多発。うわ、ぼったくりどころじゃねえ、これ。苦情案内状。イエイ。到着いたしました。案外難しいのね、ネットカフェ入るの。ドリンクが2杯までもらっていいって言うから、2杯一気にもらってきたら。入るとこ取れなくて、あ、逆だ。念願のネットカフェやったぜ。とりあえずコーラでいいや。なんかね、下でいっぱい人がいたんだけど、一人で入りたいですって言ったら二人用の部屋しかなくって、一人用の部屋はなんか7組ぐらい待ってるって言われちゃって、ちょっと広いお部屋に入れました。これを吸ってからお部屋の紹介。お部屋ってほどじゃない、でもまあ二人用だからちょっと広いんだけど、マジかっていう感じだったから見てほしい。部屋紹介しようと思ったんだけど、椅子が想像の5倍倒れて、見てめっちゃ腹筋鍛えてるみたいになってるんですよね。で、そしてティッシュやばーやば、これはいる。で、しかもカラオケみたいなドアになってるの、完全防音なのか。怖い床で、なんか寝る時のものありますかって言ったらこれをもらえたんだけど、なんか周りの部屋のあれが聞こえる、携帯の通知音が。なんか紹介することも特にないぐらいの部屋だけど、エアコンもついてるし、これは何用のスペースなのかな。よいしょ。なんかネットカフェっていうものがよくわからないから、わからない、いまいち。でもこんな感じです。すごくない？漫画だ、漫画喫茶これって。ん？ネカフェじゃなくてこれ漫画喫茶。戻ります。じゃん。
あ、もういなくなってる。むずすぎだろこれ。漫画できました。3ついっぱいあるから流行りに乗っかったやつと気になって読んでみたやつ、ずっと思ってたやつと周りの人に乗っかって撮ってきたグラビア。あ、漫画が書いてある。え、グラビアが見れると思ってた。え、閉じ込みポスターが見れるんじゃないのこれ。あ、ちょっと見れる。あ、少ないな。こんな感じなのか。この方のグラビアは買った人がここの満喫の方だけ楽しんでください。え、こういうの初めて見た。で、こっちが本命。漫画なのだけれども初めて自分で買った漫画がおやすみぷんぷんだったんですけど、あれってもう小説じゃん？なんか漫画の概念が自分の中で崩れすぎて、もうその後はギャグ漫画日和とか日常とか、そのレベルのものしか読んでない。もう暴力コンテンツにはアニメで見てます。何が起こってるかわからないのでね。でさ、コメントがね、すごいいっぱいありがたいことにもらってて、気づいたら1万人を突破しておりました。追いつけないスピード感、イニシャル D、 Thank you。 歯のことばっかりいっぱい褒めてもらってるんだけど、いつか歯磨き粉をインスタとかにだけベコンで載せますようにしますのでね、そんな感じです。なんか面白いコメントがいっぱいあって楽しいんだけど、ちょっとだけ返すのが追いつくかな、わからないのであれです。とにかくこんなものを見てくれてありがとう。で、夜ご飯にちゃっかりカレーをいただきに共同部までのそのそ来てカレー食べて、ご飯は左ですね。カレーにこれが適用なのかわからないので、カレーの向きがあったら教えてください。私は終わってないんだけど、終わってた。結論から言うと、みんな終わってた。オケラだってアメンボだって、あともう一匹誰だ、あともう一匹誰なんだろう、わかんないや。でもこのカレーはマジで美味しかったです。変なカレー屋さんよりめっちゃ美味しかったけど、周りが一生気になってた。異空間だったよ。何喋っていいか忘れちゃった。ネットカフェはやばいね。ネットカフェって呼び方だろ。ネカフェはやばい。関係ないんだけど、喋る、そんなこと喋る暇がなかった。見えないわ。完食いたしました。めっちゃうまい。喋れる雰囲気じゃないので、お部屋に入ります。ちょっとさ、腹が。
ですわ。今日は寝ますわ、今日は。あ、電気消したいけどじゃあ就寝。